通に負けたな。ナウジーに入れたから勝ちとかだったのに。実はもう一個仕掛けたいドッキリがございます。ナウジーに足りてないスキルというのがダブルタッチでございます。そのダブルタッチを継承したロナウジーニョで A さんをボコボコに。大丈夫だよな。で、ガオさん、で、ガオさん、エラシコで行くしかない。え、マジか。来たー。 OK、 じゃあサムネ撮影終了。これ消したよ。ああ、いいよ。あ、もしもし、今撮影中なんですけど。普通に負けたな。ナウジーニョ入れたから勝ちたかったのに。ちょっと、静かにしろよ、待っていい。はい、ちょっとね。皆さん、なんでこれ私がまだ。こういうよりはでも、いや、そういうわけじゃないですけど、でもあの時間だったら1時間ぐらいやったら。はい、ということで皆さん、なんで僕がまだこちら録画切ってないのかと言いますと、実はもう一個仕掛けたいドッキリがございます。僕の持ってるこのロナウジーニョなんですけども、あるスキルが欠けていると。こちらのロナウジーニョに足りてないスキルというのがダブルタッチでございます。ということで今回は、今ないんですけど、ちょっと待ってください。あれだ、前言ってた日曜日のやつだったらせーの。はい、ということでこのロナウジーニョに足りないスキルっていうのがダブルタッチなんですけど、ね、ダブルタッチ持ってないと思ってたんですよ、はい、と思ってたんですけども、ちょっとこちら見ていただきたいんですけども、こちらのロナウジーニョなんですが、レジェンダリーなんですけども、もちろんダブルタッチ通常はついてないんですが、ダブルタッチこれつけてるの完全に忘れてました。ということで、まあピックタイムのロナウジーニョが来たら、このロナウジーニョはね、まあもう使うことないと思うので、こちらのロナウジーニョをこちらの特別強化で使わせてもらって、ダブルタッチ継承させたいと思います。そのダブルタッチを継承したロナウジーニョで A さんをボコボコにリベンジし返したいと思います。さあ、ということで特別強化 OK。 はい、こんな画面になるんだね。ダブルタッチつけていきます。来週ですね。 OK、 大丈夫だよな。ということでビッグタイムのロナウジーニョにダブルタッチつきました。ということでこちらのビッグタイムダブルタッチロナウジーニョを使って A さんにリベンジしたいと思います。スカットは自分の選んだ国のスカットで対決というような形で、僕はブラジル代表を選んで、まあ、A さんは A さんで自分の好きな国籍の選手を使ってスカットを組んでもらって、それで対決という形にしたいと思います。あれ、ペンってどこにあるんだ。これちょっと借りていい？うん、ちょっと待って、メモります。 OK です。マジやばい。こちらのロナウジーニョで今度こそマジで勝つ。電話もう OK。 電話はじゃああとね、うん、もしかしたら10分ぐらいしたらもう1回かかってきちゃうかもしれない。どうしようかな、もうそのまま企画行こうかなと思ったんだけど、スカットだけ組んどいてもらおうかな。いつもさ、フランス代表 VS 例えばアルゼンチンみたいな感じでさ、国指定してたじゃん。自分の好きな国を選んでその国籍の選手でやりたいみたいな。あ、どこでもいい。あ、ちょっと待って、もう一回電話かかってどこでもいい。あ、じゃあ組んどいてスカットだけ。どこの国。あ、すいません、お疲れ様です。これ行きましょうか。じゃあ強い。いや結構いいよこれ。でも被る可能性もあるってことだよね。あるある。もうそうなったら しょうがない。0185-6655。ええこれやってみ、やってみ、これやってみて、やってみて、やってみて、試合開始してみて。これえ俺じゃないぞこれ。え、これ誰、怖い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 。え、ゲリラで入ってきたんだけど。このタイミング、え、俺ら何も生放送とかしないぞ。この辺はいなくなった。怖っ。何今の。こんなことあんの。入れ間違えたってことかな、同じような番号で。俺今入った。あ、びっくりした、なんだよ。いや、これ対戦したらバカウケたけどな。いや、俺マジドッキリかと思った。ういかどうもあります。次回です。AJ ユナイテッド国対抗ガチバトル。だ、代表戦ですよ。まあ、あとはさ、なんか俺負けて気分が悪いわけよ。D
ビッグタイムさ、ロナウジーニョ、エピックイニエスタ、あれを引き連れてさ、まさか 3-0 で負けると思う。 3-1 っす。 あ、俺一点決めてるの。ちょっとそれはそうだった。てかもう最近ほぼ負けてんだよ。いやー嬉しいね。すげえぞ俺最近の。負けてるってことは俺勝ってるってことでいいですか。そうだよ。いやー嬉しい。俺多分勝率ね 1.5 割ぐらいかもしんない。ということでもうここで発表になりますけど、お互いまだ知りませんか。まだ分かんないです。僕がこれ歴代で OK だよね。歴代で大丈夫です。歴代代表スカットこちらです。日本。うわー、日本。これ日本。いやこれ結構仕上がって、指名契約権とかあるじゃん。はいはいはい。今後ちょっと俺もそこ手出していこうかなと思って。まあ、ただ戦力差出るぜ。うわこれあれか、冨安入れたいから絶対これ使ってきたの。100% じゃん。まあそれはそう、それはそう、それは1個あります。ゴールキーパー権田。おー。フォーバック左から長友。センターバック左畑中。冨安。豪徳。そして中盤ですね、ボランチ、新次。左秀俊、右俊介。はい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 。でトップ下竹房ね。なんかいいね。ツートップがレバンドフスキとサラーということで。全然違うだろ。今回は古橋選手、町野選手ということで、ベンチメンバーいたクーラー、いたクーラー、遠藤、原口、北川、小屋、森田、高橋、新次2。新次2です。あの新次1がそういうことスタメンにいるんで、やっぱ A ジャパンですから。お、そう、ジャパンということで今気づきましたけど。マジか、はい、じゃあ一回 FC 行かせていただくよ。おお、いいか。こっちはブラジルスカート。完全にこれあの人使いたいためのチームじゃん。ゴールキーパーアリッソン。そしてフォーバック左からロベルト・カルロス、チアゴ・シューバー、マルキーニョス、ダニーロ。そしてミッドフィルダーダブルボランチ、ファビーニョ、カデミーラー。左サイドハーフ、左サイドハーフ、ネイマーで、右サイドハーフ、イゴール、パイション。先にセンターフォワード説明させていただきます。先にセンターフォワード説明させていただきます。センターフォワードガブリエル・ジェズス。トップ下ガンさん。だからもうこの人を使いたいためのリベンジだよ。なるほどね。もうさっきボコボコにされたからさ。サブです。エデル・ミリトン、エジミエソン、ガブリエル・マルチネッディ、ビニシウス・ジュニオール、ジーコ・ロマーリオとロベルト・フィルミーノ。そしてニンテンドーのマリオでしたっけ。おい、俺が何でも真似できると思うなよ。できませんね。あ、いけるよ。うん、お願いします。こういうの恥ずかしかったら終わりだからな。そうだよ。いきます。貫き通そうよ。 It's me! マリオ！ Mamma mia！ おい、なんでかぶせた。いや、俺勝つよ今回は絶対に。もうロナウジーニョに申し訳がねえ。まあ、確かにロナウジーニョであの結果は本当にかわいそう。マチノが下向いとる。それはチャンスです。いや、マジで勝つよ。マチノ、さすがに。いきます。いや、普通にブラジルっつったらもうテクニシャンが多いからさ、うん、やっぱねドリブルで仕掛けていくよ俺は。いや勝て。そう、ここで、でガウさん、でガウさん、いいね、いいやん。一戦目よりはほんと柔らかくなってんの。いや、ほぐれてきたか、やっぱ緊張してるよ。まだ3分よ。で、ここ中村俊介ね、エピックの。え、違うよ、絶対違うよな。いや、取りましたよ。え、エピック？レジェンドリーじゃなくて。あ、じゃあ、すいません、間違えました。ショータイムでした。絶対ないから。知りたい？何持ってんの、俊介は。え、バナナハイパーカーブ。いや、バナナハイパーカーブってやっぱ、レコバと、きた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 。あと、サントス・アレサンドロ。いや、マジか。うわーい、あぶね。いいぞガウさん。なんかもう1戦目と全然違うじゃんあんた。なんかもう1戦目と全然違うじゃんあんた。まあまあまあ、それぐらいしてくんないとさ。いや、だって1戦目なんてさほぼ止まってたぜ。だってオーナーの方お怒りだぜ。ほんとだよ。てか古橋ちょっと怖いんだよな。いやー、ロナウジーニョはねエラシコで行くしかない。え、マジか。よし、おっしゃ、これはちょっと、もう、うーし、きたー、出始め塾長入ってたぞ。うーし、いや、きたぞこれ。これは屈辱的展開。強い、これは屈辱だわ。いや、さすがにね、ブラジルは強いよ。んなことあるか。んなことあるよ。こわ、え、いやマジで、あぶね、ロニーもの、え、見た今、え、ロナウジーニョなんかした、え、なんか止まりながらなんかこんなことやってる。え、マジ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 。いや、あったかも、来た、やばいやばい、強いんだよ。
よし、いやー惜しい。カズミエロ狙ってやったことなんて一回もないぜ。ああ、で普通にボコボコにされてるからな。いやでも先輩いつも狙ってんじゃん。点決めさせてくれんだよな。このタイミングでここあの抜けてくれればあのオーバーラップするからっていつも言ってくれてんじゃん。言って言ってない。ただロナウジーニョ怖いのはボール持った時なやっぱ。一気に速くなるからね。ああ。てか俺さロナウジーニョの能力をさまださ把握してないんだよ。だってあれ能力結局見てなくね。あ見ててないよそういえば。だからどうなってんのか分かんない。オッケー。いやー惜しいな。やべー攻められてる。だいぶ攻めてるぞ。これ決めちゃうから。ちょっと惜しいな。やっぱ冨安が守ってくれるから。これコメントでめちゃくちゃ面白いやつがあってさ、樹海フェイントって聞いたことある？なんかあの学校で真似してやってるやついたみたいな。マジでなんか意味ないところでバカ適当なところでフェイントとりあえずダブルタッチをかますっていう、あれ今巷でなんか結構流行ってるらしいよ。だから今ダブルタッチのこと樹海フェイントっていう可能性ある。くそ読めなかった。よし、いやこれは今んとこいいぞ。もうロナウジーニョだけは決められたくなかったわ。ロナウジーニョだけには決められたくなかったわ。これ絶対今日ずっと言ってんだろうな、このロナウジーニョが決まったって。いやもうひたすら言うよ。もう1戦目とはちげえから、ね、同じロナウジーニョだと思わないでほしい。いやだからね、勝っちゃいいから、勝ったらもうそこ制裁するから。まあそりゃそうなんだけどさ。ナイス。だけど同じロナウジーニョだと思わないでほしいわ。どういうこと？ああ、あのレジェンダリーの。ナイス。いや強いんだよな。オッケー。冨安さえ抜けやね、いよいよだよ。いや冨安でも怪我、あ、怪我だね。いやーいいシュート、タケ。そう、だからあれなんだよね、勝ったな。あ、ビッグタイム、エピックは関係ない。ビッグタイムとエピックは来た。え、落ち着け。うわ、いる。あぶね、打てろ。打てねーか。あぶねー。まだ、俊介。よしか。おい、うそ。一応パフォーマンスだけ見せときますから。なんでだよ。締めるとこ締めようぜ。僕に決められてるんだよな。無理か。おいおい、ダニーロ、なんでそこで。あ、中村俊介のクロスさ、モーションが俊介なんだけど、これこれも見直してほしい。これ多分普通の人でやってる蹴り方と違うぞ今クロス。マジで今中村俊介の蹴り方してた。いや、もう怖え。いいね。それしょ、きた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 、初速速いんだよ。おーい。何やってんだよ。いやいや、お前怪我したらどうすんだよ。じゃあ乾隆投入、そして岡崎慎司、俺同じのトップ行くか。町野と交代、セカンドトップでトップ行くか。そしてビニシウスジーク。てかエジミューソンめちゃくちゃ好調じゃない。もともとこれってセンターバックじゃないんだ、エジミューソン。そう、ブロッカーとエアバトルがめっちゃ欲しい。あ、エアバトルも欲しい。まあでもエアバトルは大抵ついてんじゃん。あ、やべ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 、あぶね。おしゃれ通る。やばいやばい。あ、くそ、危ねえ。あ、いないのか。うん。いやー、そこ通るか。ちょっと、ロナウジーニョから何？あぶ、あー、払いたい。このボールはロナウジーニョ。おい、これ絶対マリーシ、お、怪我したんじゃない？おい、これ絶対マリーシ、お、怪我したんじゃない？え？よし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 。マジ？ちょっと待って。自滅ですよ、自滅。あ、立ち上がったかな？いやー、これ延長じゃね？やばいやばい。ああ延長か。ミスター、最高。なんか打たれてきてるぞ結構。ただロナウジーニョトップ下の方がいいかもしれないな。トップロンマーリオ。あ、ロンマーリオまだ出てなかった、うん、だ。ちょっとロナウジーニョ疲れてきた。ロナウジーニョキレやっぱあるね。いやマジめっちゃキレてる。わ、やばいやばい。はっ、いやー、バックキャッチ。マジ早い。え、打ってこ。あ、打てない。戻れ。おお、うますぎる今の。
マジか。強っ。いやー惜しいな。おい。なまじよ。やばい。よし、行くぞ。ちょっとここ打たれてきてる。いや疲れてきてんな。うわ。マルキネス上出すか。終盤でミリトン行こう。うわ。ナイス。そこまずい。ロナルジーニョする。あぶね。さあ頼むぞ。来たか。やばい。なんか。おい。おい。背番号22。あんたかよ。いやあ何。え、ちょっと待って、俺。アウトスピンキックみたいな感じで決めた。アウトスピン持ってる。あ、持ってるの。普通。いや綺麗だったわ今。普通には切ってたんだけど。普通に決めるか。いやうめえ。マジかよ。まさかそこアウトで決めるかい。走るね。マジで。来た。行けよ。行けよ。イエーシ。うぜえこれ。これはうぜえ。ロナウジーニョナイス。なんて。ロナ。何？やっぱね違うから。1試合目とは。まあ慣れってあるからね。こっちだから。あっ、おい今サイド上がってたぞ。崩していこうよ日本。エジミスト。ああ抜けたか。こっから。怖え。こっからなの？シュート。お、危ね。頼む。ロナウジーニョに渡せ。おい。うわマジでこれはちょっと。来たー。それが一番腹立つ。